はいえー、今回の補正予算なんですけどもちょっと解説をするとねあのーまあ、形っていうのは与党っていうのがありますよね与党っていうのが、まあ、全てを決めるう権限を持っている岸田総理を中心とする、まあ、自民党が集めた、まあ、一つの組織なんですよねこれが与党ですで与党っていうのは予算を決めるときに、まあ、財務省との やり取り取っていいうのは欠かせないわけですよ財務省と予算の配分とかどのくらいだったら資金が出せるのかどういうバランスを取っていくのかってことを財務省のアドバイスを受けながら決めていくわけなんですがあくまでも決定するのは与党なんですよねそれに対してごっちゃ混ぜになりそうなんですけども自民党っていうのはその外にいるんですよ自民党っていうのは与党に対してこう働きかけてこういうふうにやってくれっていうふうな要求を国民から上がってきた要求を代表としてるんですよねですから自民党は国民寄りなんですよ でもその要求を与党が同じ自民党としてあの受け取らない場合があるんですよね。それは財務省の圧力であったり政権を取った与党内部つまりは自民党の一部の、ね、権力を持った派閥に勝ったサバザルスに勝った方を派閥に負けた方をやり込めるためにやるその、まあ、争いがあるわけなんですよね。ですから自民党っていうふうな一つのくくりで見ると自民党も与党も変わらないじゃないかって思うんですけども全然違うわけなんですよ。与党に対してどんどん国民の声を届けてくれるのが自民党なんですよね。 で、与党っていうのは自民党ではあるんだけどもそこから離れてまあ一部財務省の言いなりになっているところがあるわけなんですよで今回の補正予算なんですけども財務省としては自民党の話を聞いて25兆で OK が出たよっていうふうに嘘の報告を与党にしてるわけなんですよで岸田総理はそれを聞いて自民党の、まあ、財政を考えているね萩生田光一、えー、政調会長ほかにした組織に対してあの 財務省は25兆でオッケーって言ってるけどそうだよねっていうふうに電話したら何を言ってんだ違うぞなんてことを言うんだもう財務省はみたいな感じでネタをばらしたわけなんですよねでそれによって財務省が嘘をついたことがばれてお前財務省は俺を騙して何やってんだよってことで岸田総理もさすがに怒るわけですよねでそういった形で財務省が責任を取る形で今回の財政規模がぐんと膨らんだっていうところがありますですんです 一部はね、岸田総理は財務省出身ですから、財務省の犬でもあるんですけども、でもやっぱりまだね、国民の心が残っていたということで、今回、画策してくださったのかなというところありますし、そのぐらいの勢いを持って、萩生田政調会長や西田将棋参議院議員とか、あの岸田おろしに走るんではないかなっていうふうに、ちょっとね、恐怖を感じたのかもしれないですよね。で、高市政調会長、元政調会長は、ものすごく国民から人気があって、それこそ防衛に関しましても、 それから国費増大に関しましてもんその何ですかね国債発行についても今までの従来の国債は国民の借金という考え方ではなくて国債は単なる通貨発行だからどんどん出せばいいんだとそれこそインフレターゲットに行くまでは今世の中がデフレを抜き切れてないんでもっともっと国民にお金を渡して消費活動を活発にするべきなんだとかね言ってくれてるわけですよねそそそう考えててていくと国民の人気が高市政調会長に移っっしまってそれこそね。 女性が女性に投票するとこれねあの岸田総理としてはすごく不利なわけなんですよね、まあ、そういった構図があるんでもしかしたらご機嫌を取るために今回は財務省にまあまあって言ったのかもしれないですけどねえただ結果的にはあの財政出動の規模っていうのは、えー、事業規模で71兆円ぐらいに膨らんだわけでしょプラスそこにはゼロゼロ融資の予算っていうのは、えー、もう組み入れるつもりだったんだけどもまだ今回は すぐにに入れななくててもいいっていっううんんでで今度の補正予算に回るという見通しなんですよねそう考えていくと多分ねそのゼロゼロ融資の金額が全部で50兆円ぐらいになると思うんですけどもこれを一部はあの減免しなくてもいい業者さんもいると思いますんでね30兆円ぐらいに落ち着くんじゃないかなと思いますからこの30兆円にプラスアルファして新しい経済対策を盛り込んだ次回の補正予算も50兆前後まで、えー、事業規模をね 拡張してくれるんじゃないかなというふうに思いますけどもいかがでしょうかね。そんな感じでございます。あとはあの動画概要欄に自由の声の動画を付けておきますのでご覧いただければと思います。よろしくお願いします。